今日2023年3月3日 J1 リーグ第3節のサンフレッチェ広島戦です。まずは普通に会社に行きます。今日も早めに着いたのでジムで体を温めます。マリノス実況チャンネルを見ながら有酸素運動をした後にストレッチポールで体をほぐしました。本日は予定があるので12時で退勤です。パシフィコ横浜に着きました。予定とはから 15th Anniversary Fan Meeting 2023 Move Again です。会場まで30分以上あるので横浜らしい景色を見ながら日向ぼっこをして待ちます。ペンライトやマフラーはマリノスのグッズで対応します。去れば港の数多かれど、この横浜に勝る荒目屋という景色を見ているとカモメが飛んできました。寒いので会場時間になりましたら速やかに入場します。席は3階かつ手すりがステージへの視界を妨げる残念な位置でしたが、そんなことは関係ありません。カラが5人で昔の曲をパフォーマンスしてくれた時に鳥肌が止まりませんでした。4時20分にパシフィコ横浜国立大ホールを後にし水沢に向かいます。水沢に着きました。指定席ですが入場待ちの方が多数いました。開門時間のお出迎えです。かわいい。本日はこちらより応援します。友達に頼まれてグッズを買いに行きます。またマリノス君、マリノスケ、マリンちゃんに会うことができました。グッズの列に並びます。入場待ちの皆さんはこちらに集合していたのだなと思いました。チャンピオンフラッグが揺れています。40分ほど待ってようやく買えました。ポーチ一つで支払い追加でお願いします。この間にピッチで何かありましたら絶対そちらを撮影したかったのですが、何もなかったと思われます。いつものようにジョエルとマスカット監督に挨拶を済ませます。初スタメンの一森と井上を重点的に後押ししていくマリサポでした。水沢で歌う民衆の歌は2019年11月9日の札幌戦以来だと思われます。砦の向こうに世界がある、戦えそれが自由への道、戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば。ハーフタイムです。いけそうな感じがあります。頑張って応援していきます。からのファンミーティングで配布されたポンチョを飲んで喉を潤します。俺ら横浜、俺らだけが横浜。試合終了です。直前のマテウスに対してファウルがなかったことに納得いかないゴール裏です。家に着くや否や動画を編集しアップします。24時30分頃に限界を迎え、翌日6時30分に起床し編集を再開します。この日はパートナーが誕生日プレゼントとして旅行に連れて行ってくれるということで、絶対に出発前に実況するまとめを完成させたいです。なんとか完成させて出発です。途中で熱海の海を見ながら横浜 FC 戦とコンサドーレ札幌戦の座席を確保します。途
中で選手紹介ムービーが三沢仕様であったことを知ったので、さらっと編集してアップしました。熱海トリックアート迷宮館に連れてきてくれました。熱海城で卓球をしている時間が最も長かったです。そしてかなり良さそうなホテルに連れてきてくれました。ルームツアーと館内ツアーと入浴を済ませて、夕食はバイキングでした。全てにクオリティを感じましたが、ステーキをたくさん食べました。夜は結婚式のムービーを見たり、パートナーが寝た後に動画を編集したりしました。朝食もバイキングで牛乳と目玉焼きをたくさん摂取しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと